私は性格は自分を守るための対人関係スキルということを知っています。私は今の自分の性格があるからこれまで生き延びることができていると感謝しています。私は自信がないという性格も役に立つということを知っています。私は自信がないという性格を大切にしながらも自信があるという性格も身につけます。私は自信がないという性格と自信があるという性格を使い分けることができます。私は性格というのは自分を守るための能力ということを知っています。私はいろいろな性格を身につけることで自分を守るための能力を高めていきます。私は TPO に合わせて性格を使い分けることができます。私は自分が持っているすべての性格を愛しています。私はこれからも自分が持っているすべての性格を使って自分を守っていきます。